皆さんこんばんは。こんばんは。日本よ今討論討論討論2009、今日は、区切りのいいところで150回目の、討論になります。3時間、討論するわけでございますけれども、今日は、間もなく8月6日の広島の原爆投下の日、そういうものを控えましてですね、広島、長崎、ウイグル核問題を考えるという、そういう題名でですね、ある意味でこういう問題に、専門の方においでいただきまして、今日はあと3時間の討論をしてみたいと思います。では早速、出席の皆さんをご紹介したいと思います。中国軍事専門家、平松真也先生です。よろしくお願いします。そしておなじみの外交評論家、加瀬秀明先生です。よろしくお願いします。そして、これまたおなじみの作家で評論家の宮崎雅弘さんです。よろしくお願いします。そして、国際問題アナリスト、藤井元気さんです。よろしくお願いします。そして東院横浜大学教授をなさっておりますペマ・ギャルポさんです。どうぞよろしくお願いします。そして、札幌医科大学教授で理学博士の高田純さんです。よろしくお願いします。そして日本ウイグル協会会長のイリハン・マハムティさんです。よろしくお願いします。以上の皆さんで、今日は討論してみたいと思いますけれども、ちょうどですね、30日にはもうお帰りになりましたけれども、ウイグル会議の、世界ウイグル会議のカーディル議長が日本においでになってですね、その後米国に渡ったということになってるんですけれども、いろいろこの問題、今小さい記事で あれですけれども、中国が日本に強い不満と、こういうですね、ダライ・ラマ法王の時も、いろいろ不満だ文句だって内政干渉を言ってくるわけですけれども、こういう形でですね、この方を、テロリストという形で呼ばわりしてですね、強い不満を述べると、本当にいけずずしって感じが正直するんですけれども、こういう形で集会も、ビデオの形でやられたと、これはチャンネル桜は、この記者会見の模様全編ノー編集でノーカットで、これはお送りいたします。訳しましてですね、こういうカットして途中のということをしないで全編頭から終わりまで、このカーディル議長のあれを放送する予定でございます。で、こういうものを聞いていただきたい。マスメディアもぜひ本当は、全部とは言わないけどほとんどのところのニュアンスを出してもらいたい。本当にこういう機会がないというのは残念であります。日本という国は自由な国でありますから、いろんな意見を出していいと思います。中国の意見も出してもいいですけれども、こっちの意見もやっぱり出すべきだと思っております。はい。こういうことなんですけれども、間もなく8月6日原爆投下ということで、投下の日だったわけでありますけれども、私たちは今回広島、長崎、ウイグル、という形でですね、核問題を考えてみたい、あるいはもっと言えば、先日行われました米中、戦略協議、こういうものを含めてですね、核というものの実は日本の核武装を封じ込めというニュアンスもあるだろうということで、それぞれちょっとですね、こういう問題に関して今ご感想をお持ちだと思いますので、一言ずつですね、それぞれのお立場で、お話をまず伺ってみたいと思います。じゃあ、いつもこの並びは年齢順になってるんですけれども、平松先生。私からですか。私はね、50年ばかり中国の軍事研究をずっとやってるんですが、いつも感じることはね、日本人というのは要するに核兵器に全く関係がないと、あるのは長崎、広島というそういうことであって、核兵器そのものに対する関心が全くないと、特にね、あまりその大っぴらに言いたくないんですけど、要するに軍事専門家の方たちの、議論になると中国の核兵器のことがまず出てこないんですよね。中国の戦闘機がどうかしてとか、海軍力がどうかしてとかね、いわゆるその通常戦力
そしての軍事力の話になってしまって、例えば台湾関係の問題をになってもね、要するに中国は核兵器を持ってるという、要するに核兵器を持ってるか持ってないかによって随分違ってくるんだけども、要するにそれが何もないと。でまあ極端に言えば核兵器さえあれば全ての問題を解決すると言ってもいいと思うんだけども、その辺の認識がないと。いやで正直言いますとね、私もその50年やってるんだけども、やはり初めのうちは核兵器に対する関心というのはなかったし、あってもやはり今ほどじゃなかったと。で全体にやることは、日本はその長崎広島にいつまでも取り憑かれていてね、もう私はもういい加減広島長崎は捨てて核兵器そのものをもっと正面から取り組んだらどうかと私はそう思ってるんだけども、そう言っても誰も聞いてくれないですしね。やはりね、一番の問題はね、軍事専門家とか、それから早い話は自衛隊、防衛庁自衛隊にしてもね、核兵器というのはとにかくタブーですから、何も論じないと。したがってね、中国の軍事問題を論じるときにも核兵器が出てこないんです。で通常戦力の話になってくると、まあ最近その通常戦力が随分近代化してレベルが上がってきたけれども、ついこの間までは非常にレベルが低かったと。でしたがって中国の軍事力というのは非常にバカにしてしまうと。だけど中国は核兵器を作って持ってしまってるわけですよね。だからそんな飛んでしまっていると。でもいい加減に中国の核兵器についてもっと正面から取り組んでほしいと思うんだけども、まあ、そのためにはね、やっぱり広島長崎を早く捨てることと。というと日本でそれを言うと大問題になっちゃうんですよ、これまたね。私はその叱られるんだけども、あなたは広島長崎何とも思わないんですかと言われるんだけど、もうそれは重々認めるけどね、もう60年だってもうそれはもうそこから離れてもっと新しい核についての考え方を持たなきゃいけないんじゃないですかということを私は常々感じていることを、まあ今日最初の話としてそれを申し上げておきます、ありがとうございました。ありがとうございます。では勝先生お願いします。私は日本では北朝鮮の核は大きな話題になってますが、北朝鮮の核よりは中国が九満州に、日本に照準を合わせてで、多くの核ミサイルを展開しているわけですね。で中国の核について目をそらしているということです。それから私はもう30年前ぐらいになりますけども、ニューヨークタイムズの、オーナーと大変親しくてサルバガ系ですけどね。で、私がニューヨークに行った時に、イフジン・サルバガというおばあちゃんがその、オーナーだったわけです。で、マンハッタンの郊外のスタンフォードの家で私の歓迎の晩餐会やってくれて、でそこに、大記者と言われたジミー・レストンですとかね、それからもう一人その、イフジン、夫人の昔から その、ボーイフレンドでジョン・マッケロイっていうのは80代でしたけども、この人は、昭和20年の夏に、陸軍次官を務めていて、トルーマン大統領がホワイトハウスで日本に核攻撃を加える決定を行った会議に参加してます。私はその食事中にですね、もし日本があの時に一発でも原子爆弾を持っていてアメリカのどこかに落とすことができたとしたら、広島、長崎に、原爆を落とす決定を行ったか。そしたらマッケロイがね、その答えが分かっていることを聞かないでほしいって言うんですよね。ですから私はいやその、トルーマン大統領の会議に出席をしたという人、参画したという人に初めて会うもんで、念のために聞いてんだったらね、それはね、あなたがね考えている通り、日本が一発でも原爆を持っていたとしたら、我々が日本に核攻撃を加えることはありえなかったって言うんですね。ですから私は広島の平和記念公園に日があって、過ちは二度と、繰り返しません、安らかにお休みくださいというのは、核兵器を持っていないために核攻撃を誘うような過ちは二度と繰り返しませんという言葉として読むべきだと思うんです。なるほど、ありがとうございます。では宮城さんお願いします。ちょうど、今から41年前ですよ、核拡散防止条約ができてね、
で、あの時日本は三木さんが外務大臣 で、我々当時まだ若かったもんですからね、抗議文を持って羽田に行ったんですよ。で、若い一人がね、つかつかって三木さんの直前まで行ってバリケードを越えて、はい、それでまあ大騒ぎになったんだけれど、それは核防条約の調印反対で行ったにもかかわらず、その時テレビは 何と言ったかというとね、保守派学生の内部分裂だっていう、そういう報道をしてるんですよね。これなんだと思いましたね。全然ね、興味がないんですよね。核拡散防止条約というのは一体何事なのか。で、あの時思い出しますとね、保守派の文化人でね、この条約に対してほとんど賛成ね、高坂さんからね、小谷秀次郎さんからね、で反対してたのがね、わずかに林修さんと東京工業大学にいた野沢豊吉さん、で、まあ、非常にね孤立した運動でしたよね。でね、その時に亡くなったの川内公判さんがね、非常に本質的なことを言ったんですがね、持つ国は持ってもいい、で持たない国は持っちゃいけないというのは、これは大国の不条理ではないかというようなことを言ったんですが、それからね、この拡散防止条約というのはどうな、液状化現象を起こしてるんじゃないですか、インド、パキスタンが持つ、北朝鮮が持つ、イスラエル、ブラジルが持ちそうと、うん、核拡散推進条約に、うん、変わりつつあると。そうなってないですよね、おっしゃるとおりです、ね、ということはね、これは国際政治はこの後相当な激動の局面を迎えるだろうというふうに思ってますね、うんうん、さっき冒頭で水島さんおっしゃいましたけれどもね、カディール女子が日本に来たら中国が不快感を示して、あれはテロリストの大元だというようなことを言ったんですけどもね、中国はほら速乾続々といってね、はい、つまり泥棒が逃げるときに泥棒って追いかけるふりをするんですよね。つまりね、自分たちがファシストだから日本のことをファシストと言ってるわけですよね。でね、自分たちがテロリスト、それも巨大なテロ国家が本当の平和運動家に対してテロリストって言ってるんだから、これはもうね、本質はみんなそこにありますよ、変わってないですよ。そうか、逃げる泥棒が泥棒と追いかけるって、そうそうそう、なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ藤井さんお願いします。はい、その世界中の人は多分その常識で考えると、チャイナは核大国であるしね。で、平野先生がおっしゃったように、その核を忘れてその通常兵器のバランスだけ考えてるっていうのは、実はその こんな斜めのところでね、平らなところであって斜めになって、チャイナが有利で日本が低いところでね、その上でなんていうかな、軍事バランスを考えてるって非常に変なことで、この地面が傾いてるわけですよね、核そのものによってね。で、北朝鮮も核兵器を持ったようだっていうんで、世界中のことは日本のことを心配して、日本人が核武装の話はこれっぽっちも考えないんだけど、一生懸命心配してるのはアメリカ議会でアメリカ議会で、日本人がさぞや心配してるだろうから、核兵器の持ち込みぐらいはやってやったらどうだろうかって、そしたら日本人も少しは胸をなで下ろすのかなとか、いろんな議論をしておりますけども、これの村田さんっていう方ですか、外務省の、はい、に対した方が、実は核の通過というのはやってんだということを言いまして、これはライシャが元大使もそういうことをはっきりおっしゃってて、ということがあって、これはまあ日本政府は相変わらず嘘を つき続けてますが、まあこのかろうじてアメリカの核兵器が日本をそのトランジットするというか通過するということを事実上認めてるおかげで、まあ少しはねマシな状況なんでしょう。で、この間その IAEA ですか、はい、のトップに日本人がなっちゃったんで、これは日本の核武装を考える者にとっては非常に一つの人質捉えてあるもんかなと、うん、思っておりますけれども、かつて大統領候補になる前の去年の大統領選挙でたね、共和党のマケインさんがですね、大統領候補になる前にね、要するに北朝鮮が核武装をするっていうのは、これはアメリカにとっての悪夢であると、これは実現した場合は、じゃあ今度は北京が結局、我々北京に頼って北朝鮮の核武装を防ごうとしたけど防げなかったということになれば、じゃあ北京の悪夢を実現してやろうじゃない、うん、北京の悪夢は日本の核武装だと、うん、ね、ナイトメア、その悪夢には悪夢を持ってね、当たればいいんじゃないかという、なかなか元気のいい、また筋の通った話をしてくれてましたが、もっとも負けになって大統領になったらね、そういうことは言わなくなると思いますが、ただその筋としてはそんなもんで、我々がそういうことを心配しないというか、まあ我々ここに集まった方は心配してるわけですが、あえてまあその
砂の中にダチョウが首を突っ込んでるような状況になっておりますけれども、その時に外国の人はね、むしろ日本のことがね、さぜや日本人は核の抑止力について心配してるだろうと、いろんなことをですね、議論していると、この日本の国会じゃなくてアメリカの国会の委員会で公聴会でこういうことをやられてるっていうぐらい、今の日本の、まあ、戦略的無能というかな、をよく表したことがないんじゃないかなというふうに思いました。当たり前じゃないって感じで分かりますね、はい、こちらの、じゃあ世界の常識からすればね、我々がいかに非常識かってことですね、はい、どうもありがとうございます。ではペーマンギャルプさんお願いします。少し、まあ、あの先ほど、はい、加瀬先生からもご指摘がありましたんですけれども、やっぱり私なんかから見るとね、あのもちろんその北朝鮮の核も問題ですけれども、その何倍もの核を持っている中国に関して日本のマスコミがあんまり書かないということも非常に変に思うし、それからあの1960年代から私たちは例えばロンドン、あのロンドンって北の海で地面ところなんです、もともとはロンドンで核実験やってることを当時言ってもですね、もちろん日本人誰も信じてくれなかった、まあ、最近幸いにして高田先生がこのウイグルの問題とかそういうのを指摘していただいて、あの現地の要するにその中国からすると自分たちの土地でない、あの他のところで実験やると、人間もそこに周りの人たちも多分一緒に実験台になっているんだろうと思いますけれども、やっぱりそういうことについて、あの今の日本のマスコミが何も書かないということ自体がね、もう日本が ある意味では間接的に中国に支配されているような気もするし、それから中国はやっぱりあの力を最終的には彼らは信じると思うんですよ。例えばインドが核実験やってからは、あのインドとかなりあの対等に話をなってきたし、最近インドとの、まあ、防衛問題だとか、それから貿易とかで国境問題まで一応話するようになったんで、インドの前 の, あのジョージ・フェナンデスという国防大臣は中国が仮想敵国ナンバーワンだってはっきり言っていた方が、あの赤い絨毯で招待されると、そういうものに比べるとやっぱり日本がもうちょっとはっきり言えばですね、かえって日本も尊敬されるようになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういう意味で今日まだこれから多分、はい、あの具体的な話あるでしょうけれども、僕はその日本の周りに日本にとってあんまりいい感情を持ってない2つの国が核を持っているということをもうちょっと日本が真剣に考えるべきだということを申し上げたいと思います。そうですね、はい、じゃあ高田さんお願いします。はい、はい、まあ、今日の話、広島長崎というところから始まってウイグルということに、まあ、シルクロードの核ということになるわけですけども、私たちの戦後1945年8月6日9日と、まあ、戦後の出発でもあるわけですけども、実は日本人が戦後この種の平和問題、安全問題ですね、思考停止の原点でもあるわけですね。で、まあ、私なんかもその戦後の戦前から戦中の歴史をある意味で教育を受けないで、大学教授になってしまった、まあ、自分でも反省はするんですけれども、そういう教育体制の中で来て、8月6日に今度玉上、さんが広島で講演することで、またそれを発言をさせない動きがある、まあ、これは日本21世紀の今になってもですね、その問題をタブー視して、思考停止をこれ以上また続けようという動きが、大きな動きがあると。で、今こそこの思考停止をやめないといけないだろうと。そこで広島長崎というよりはですね、21世紀の原点はですねこの核という問題をしっかり現実を見ていく時を迎えない限り日本は起き上がらないだろうとこう見てるわけですね。で、私数年前にちょっとこれを見ていただきたいんですが、日本の置かれている状況ですね、これを称して核と刀という言葉で表現したわけですが、江戸時代の末期幕末に、日本の、鎖国を解こうと、西欧の列強が大きな大砲を備えた黒船で押しかけてきたわけですね。で、開国を迫ってきた。で、まあ、それで日本もの中でもいろんな動きになって、まあ、結果明治維新を迎えたわけですが、
この今のその時の激動というのはまさにこの平成の激動に当てはまるだろうと。で平成の激動は、大砲のですね黒船じゃなくてですねメガトン級の核を弾道ミサイルに搭載して日本に向けてるというこの実態ですね。平成の日本人は黒船を認識していないと、現在の平成の黒船は弾道ミサイルであるということですね。この弾道ミサイルを全て覆い隠している勢力がいる。まず私たち日本人、平成の日本人はこの現在の黒船である弾道ミサイルの脅威をですね認識するところから始まらないといけないと思います。まあ、それでですね、まあそこと今日のテーマでは中国の核になるわけですけども、基本的になりますね。中国は、まあ、核武装が後から来た。でよく中国を擁護する人たちは、ロシア、まあ、ソ連、アメリカが核武装した、それに対抗するために中国は核武装した、それのどこが悪いんだということを、まあ、中国も言うだろうし、中国を応援している人たち、まあ、日本の中にもいるわけですけども、そういう人たちが言ってくると、じゃあなん、まあ、それに対して私は別な見解を持ってくるわけですが、そのあたりの詳しい話は今後これから していきたいと思いますが、まあ、数字で言うならばですね、ロシア、米国、中国で世界の、核弾頭の 98% を所有しているわけです。核爆発エネルギーでいくと3000メガトン、その 98% がその3カ国でも、4番手がフランスですが、中国に比べると圧倒的に少なくなると。で中国の核を数字で見てみますと270メガトンの核をもう配備していると、その多くが日本に標的に向けているということは、これは平松先生 の専門なんで後でいろいろ詳しく聞いていたみたいと思うんですが、その270メガトンの核を配備していると、それはですね広島の核で換算しますと1万7000発分。広島で皆さんご存じ、およそ10万人が殺されたわけですけれども、それが1万7000発分中国はすでに配備しているという、この平成の黒船弾道ミサイルの実態をですね知らずして日本の将来を語れないと思うんですね。まずここの認識からですね行かないといけない。それとなぜ中国の核が日本にとって脅威なのかと、これは今日の討議の中で話が出てくるのではないかと思いますが、私の判断は中国の核ほど、危険な核はないと、こういうふうに認識しております。まあ、これについて今日、残りの時間使ってですね皆さんと討議していきたいと思います。はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ入山マムツイさんお願いします。はい、まあ広島長崎で核の被害のあった人々らの思いのように、私もその被害があった一つ民族の一員としては、心からは核っていうものが世の中でいない方がいいと狙いがあるんですけども、でも今現在の21世紀に入って、その核の核を持つこと自体がその国が強くなって、いろんなお話は国際的に外交的にも通すようになったこの時代に考えると、やっぱり日本は自分の隣の国らがそういう自分に協議、なれるそういう力を持っているということをもう一回考え直して、その加瀬先生言った通り、もし日本がそういうものが持つだったらアメリカも考えてやらなかったと。ですから今はそういうもう一回広島長崎がないようにしたいならば、日本はやっぱり国民の安全、この国の安全のためにも、世界の力のバランスのためにも、まあ核の面でもう一回考え直しなきゃいけないんじゃないかなと私は思っております。なるほど、はい。
非常に普通のね、一般的に考えて私は今のお話いただいたのが、結構皆さんお話いただいたのはかなりリアルな話でね、なぜそういう核問題、冒頭にありました停止してしまってるんだろうというね、この問題だけを全部捨てられてきたということなんで、この問題を ぜひ本当ちょっと話したいと思うんですけども、もう一つはやっぱり今イランでやってるのとか、北朝鮮の核っていうのはテロリストに渡ると困るということを言われてるわけですね。で、実際これ私はもうじき起こるんじゃないかと思ってるんですよね。それがどこが困るかっていうと、今米中が一番困る、一番やられそうなところ、例えば別にね、ウイグルもチベットもいろんな意味で、抑圧されたりいろんなことされてますけれども、本当にそういういろんな他のところもパレスチナも全部そうですけど、いろんなこう抑圧されたと思いを持ってる民族やあるいはそういう人たちが小型核を手にすることによってね、本当にこれ今日いろんなものが広がるってことを恐れてますけど、どこが一番恐れるかというのは中国とはやっぱり私はアメリカだと思ってるんですね。でこの核の拡散という問題は国ごとの核の拡散と同時に、ある意味で言うと国じゃないいわゆるグループとか、アルカイダとかいろんなこと言われてますけど、そういうところの拡散もあるっていうことをね踏まえてちょっとお話したいと思うんですけど、まず、この日本の核の問題なんですけれども、高田さんね、さっきちょっとなぜ中国の核が危険なのかというと、ちょっと問題提起としてね、はい、お話いただきたいですね。はいはい、広島の、世界の役割があったと思います。で、その胸を張って広島あるいは長崎がたのは、やはり、広島と長崎の核被災の調査は絶対的に行ってきたということとですね、あと1900ソ連崩壊後ですね、ソ連の核災害、これを広島長崎大学がですね、やはり調査をしてきたわけです。で、私もその先頭に立ってですね、カザフスタン、今回のテーマとなっている東トルキスタンの国境、西側の国境を隣り合わせたカザフスタンのソ連の核実験場周辺の被害ですね、これを広島大学1995年に開始したわけですが、そこを皮切りにですね、そこを中心にと言った方がいいんですが、アメリカの、ビキニッサイの調査をしたわけですけれども、世界の核災害を、調査して、じゃあアメリカが広島長崎にやった、ソ連は戦闘行為じゃなかったけども核兵器開発の中で被害者が出た、じゃあ中国も出た、それぞれあるんだという認識じゃなくてですね、その調査をしててですね、私が驚いたのは、アメリカはビキニで実験してた、メガトン級の実験をしててですね、広島では10万人、広島長崎で20万人近くが死んだわけですけれども、メガトン級の実験をしながらもですね、かなり被害は少なかった、これにまず驚いたんですね。それなりに非常に大きな海域をですね、立ち入り禁止海域として安全を、島民を移動させたりですね、してた。で、ビキニですね、ビキニ爆弾の、実験の時ですね、実験の時で、そういう調査した結果ですね、それを見えてきたんですね。アメリカが非常に安全を配慮しながら、核兵器の開発をしてきた、というふうに見ました。で、第五福竜丸で一人日本人が死んだわけですけれども、あれは核で死んだんではないんです。日本に戻った後入院して、それで血液の状態が悪くなったところにですね、輸血、全血輸血の治療をした、そこの当時敗血っていうのがありまして、今の献血じゃないんですね。それで肝炎のウイルスに感染してた血液を全員にそのためにですね、ほとんどの乗組員がですね、急性肝炎になってしまったんですね。その急性肝炎の一番重かった久保山さんが亡くなったんで、死因はですね、その全血汚染したウイルス
肝炎ウイルスに汚染した輸血が原因で亡くなったというのが真相なんです。これがずっと何十年もですね、国民に知らされないできたという。でそれをもとに死の灰という反核運動に発展した。これが原水菌の運動の起こりなんですね。ですから原水菌運動の起こりは誤り、科学的な認識の誤り、あるいは偽装、隠蔽ですかね、事実の、そこから始まってるんですね。で実際のところですね、アメリカの、太平洋での実験はかなり安全を考慮した実験であったということは私は断言できます、調査を通じてですね。でセミパラチンスクの実験、これはソ連の実験なわけですが、私も調査に行って、まあ危ない実験してるもんだなとは思ったんですが、最大の核爆発威力が 0.4 メガトンですね。で、四国ぐらいの広大な面積を人が立ち入りできないような柵をして実験をしていた、まあ、ここにもですね、ソ連の安全を、彼らなりにですね、考えながら実験を行った核兵器開発だったと思います。で爆発で、直接的に亡くなった人がどうもいるんですが、私の分かる範囲ではそれは何百人何千人という範囲じゃなくてですね、おそらく10人程度の、危険な事態はあったと思います。で一方ですね、調査が今度中国になるわけですけれども、まあ、その中国の核実験の被害を直接ウイグルの中に、東トルキスタンの中に入って調査できなかったわけですが、隣国カザフスタンの国境を通して、国境あたりからの調査ですね、はい、カザフスタンはまあ、ある意味敵対国、隣中国が敵対国になるわけで、中国の核兵器開発をすごく監視して情報を集めているわけですね。でその情報というのは科学的に調査されたレポートがあるんですね。それを私2000年の調査の、まあ、中でですね、入手を見たわけですけども、中国、ソ連がやらなかった内陸でのメガトン級核爆発ですね、ソ連はカザフスタンで 0.4 メガトン、その10倍の4メガトン、最大4メガトンの核爆発をイリハムさんのふるさとである東トルキスタンのほぼ中心部分ですかね、ローラン遺跡のあたりでやったんですね。ロプノールとかいうわけですね、ですみんながロプノールって言いますが、はい、どちらかというと中国が昔からその場所を侵略したかったローランという場所なんですね。ローランあたりからやや北に向かってですね、百数十キロメーターぐらいの広大な範囲でですね、相当数核爆発したんですね。でそこでメガトンの核爆発を、しかも地表あるいは半地下ぐらいで爆発させてですね、核爆発の物質と砂が混合してですね、大量のその核と砂が入り混じった、私核の砂と呼びますが、それが上空1万メーターぐらいまで吹き上がるんですね。それが風向きによってはですね、いろんな方向にチベットに行ったりモンゴルの方行ったりカザフスタンの方へ飛んだりでこうしてるんですが、メガトンの危険な核爆発の時は北京に向かう時は、風が向かってる時はやってなかったんですね。あ、そうですか。それは見えてくるんですが、それは日本でも調査してましたんで、日本の日本国内も中国の核爆発後に降ってくる砂ですね、これを分析してまして、危険な量のものが飛んできてないということを調べてます。で、分かったことは、国境、カザフ国境まで 1000km ぐらい離れてるんですが、そこに、大量の核の砂が降ってきてですね、これはロシア人科学者たちがその当時分析、砂を集めて分析してるんですね。その結果、どのぐらいの被害が出るかっていうのを、まあ、線量という形で推定したんですが、1000km 離れた国境の町でですよ、女性が妊娠していた場合、お腹の赤ちゃん、胎児が危険になるリスクがあったというレポートなんですね。1000km 離れてです、ね、1000km 離れて赤ちゃんが危険になってしまうぐらい危ない核爆発であったと言われて、
その話を聞いた、まあ、私がそのレポートを受けた時に本当の距離がよくわからないで、それを、まあ、そういう2000年の段階で、私もそれをじゃあ自分であの再度調べたわけですね。で、私は独立して調べた結果がやはり同じ結果になったんですね。すなわちあのソ連時代に中国の監視をしてた分析結果と、それあの利害関係のない日本の科学者が調べた結果と全く同じだったんです。2つ の, あの独立した機関、科学的ですね、政治的な調査ではなくて科学的な調査結果が一致したということはかなり の, あの確からしさがある。1000km 離れてもですね、メガトンの核を爆発させますとですね、地表で 1000km 離れたところに危険が生まれるほどリスクのハイリスクである。すなわちカザフスタンじゃなくて東トルキスタンの中ではあの危険どこじゃなくてですね、即死からですね、数日以内に死ぬとかですね、それも爆発した100キロとか200キロぐらいの範囲ではですね、そういうことが起こりうる、ね、っていうことで、まあそういう結果が出て、これはとんでもないことであると。ソ連は内陸でやらなかったメガトンの核爆発をした、アメリカは海の真ん中でやった、中国は人が住んでるあのトルキスタンの人たちが暮らす一番近いところは100キロぐらいのところに、例えば爆発から100キロぐらい先にトルファンという町があります。あ、トルファンそのぐらいなんですか。ローランからですね、北西に向かって百数十キロ範囲ぐらいの間でいろんな爆発をしてるんですね。一番北側の爆発地点とトルファンと非常に接近してるんです。あとボストン湖というのがありまして、それも近い。だからボストン湖っていうのはかなり汚染してるだろうと思います。でボストン湖の南側西側には大きな町があるんですね、イリアムさんね、うん、そういったところは非常に危険であって、まああの一つは即死っていうか、あの急性死亡以外にもですね、まあその後白血病になる人たちとか出てくるわけですが、私の計算ではあの46発の核部実験の爆発のリスクを計算できないんですが、最も危険なメガトンの3つの核爆発に計算してもですね、19万人が急性死亡という結果になるんですね。これはアメリカでもやらない、やるわけないですね、ロシアもそんなことはしない、そんな危ないことはしない。世界で やったのは中国だけですと言えると思います。でこれは私もあの推定、科学的な推定なんですが、イリハムさんたちのその世界ウイグル会議、ウイグルの人たちの入手した情報ですね、中国共産党の機密情報の漏洩があると言われてますが、その、機密文書の中には75万人が急性死亡してるんだというふうに言ってます。で私の計算でも 100万人以上が急性放射線障害、その他胎児影響のリスクありますので、病院治療を受けなかったらその中の人たちも相当死ぬということなので、日本のように治療手厚い治療を受けて広島であのぐらいの人数に、まあ、混乱あったにしても助かったわけですけども、全く怪我をした人たちを放置した、政府が放置するなんて我々には考えられないことですが、同じ国民が傷ついた時に放置するっていうことは考えられないことですね。すなわち自分たちの国民と思ってないからそんなことしたんだとは思うんですが、それほどですね、今のこの話した内容からしてでもですね、世界で最も危険な核爆発を中国共産党はあのシルクロードという場所で行ってたということでですね、まあ、ここからですね、私の結論はですね、はい、中国のメガトン級核が最も危険な3つの理由とこうまとめたわけですが、まずなぜそうなったかと、まず第1点、三権分立のない社会体制、はい、一党独裁の国家が核を持ったと、はい、いうことですね、誰もブレーキをかけられないと、はい、いうことです。あと今の事例から見てもですね、人命無視、人道無視、はい、この非道国家が核を持ったという2番目の理由ですね、はい、3番目ですね、これは特に日本に対してなんですが、まあ、中共政府っていうのは未だに反日教育を全国を挙げてやってるということですね、
ということですね、あの日本に対しての反日教育をここまでやってるという、あの国が日本と仮に何かのことで衝突があったと、軍事的な衝突にまで発展するようなことになったらですね、躊躇せず日本に核を撃つぞと、可能性があると、恫喝をするか本当に撃つか、この2つだろうと、という意味でですね、日本および世界にとって中国のメガトン級核は最も危険であると、こういうふうに私は結論しました。分かりました、ありがとうございます。あの少しこうたっぷりですね、いろいろ話聞いて、この情報として今こういう、実験が行われた、特に、まあ、今あの広島と違うのはメガトン級のね、あの数メガトン の実験が、まあ、ウイグル地区で行われたということなんですけれども、まあ、そういう意味で躊躇しないで撃つ可能性があるんじゃないかとかね、いうことも本当あると思うんですけど、まあ、ちょっとこれを聞いてちょっとコメントを皆さんいただきたいと思うんですけど、はい、あのね、現在 その核保有国でいくとね、やっぱりそのアメリカ、イギリス、フランス、それまあイスラエルも仮に、まあ、おそらく持ってるんでしょう、インドっていうのはね、やっぱりこれはちゃんとした民主国家ですよ、はい、やっぱりその民が投票してね、それなりの言論の自由もあるし、あのイスラエルだっていろいろ言われますけどね、アラブ系の人たちって2割ぐらい国民がちゃんといてね、ちゃんと投票もしてるし、国会議員もパレスチナ系の人もいるし、大臣さえ出てる国ですよね。それと全然ね、まあ、あとロシアとね、パキスタンちょっと怪しいと、でもソ連時代よりはまあだいぶマシでしょう、ロシアも。だからパキスタンは今度はデモクラシーだったけど国内が妖怪しつつあるという点でね、核がコントロールできるのかというもう一つ問題ある。この中でその歴然たるね、その帝国主義国家、要するに多民族を武力で制圧して国家体制を作っていると、帝国主義ですね、その定義的に言って、それはまあ占領をしている、要するに現在進行形の侵略をやっている国家であり、もう一党独裁、歴然たる一党独裁、まあ、言論の自由もそんなものはもう全然ない、報道の自由なんてものもないっていう国はね、これチャイナだけですよね。だからよく考えると、そもそもチャイナの共産党ってのは元テロリストですから、強いて言えばね、その人たちが天下を取ったんで馬族ですから、だから元テロリスト国家であるわけだしね、最も露骨なその権力の信奉者であると。だからこれは日本にとってももちろん危険であると同時に、世界にとってもね、最も危険が核保有、核兵器保有国であるということは確かでしょうね。なるほど。ちょっとコメントがいいですか。ウイグルがたくさん被害を被ったということは、それはもう重々分かっていることですし、今また改めてそれを伺ったんですが、新疆には漢民族もいるんですよね。漢民族の被害というのはあったんでしょうか。これはですね、私が直接調べられないところなんですが、私が聞いているのは、やはりこれもウイグルのそういった世界の団体ですね、そこの人たちの、レポートを見ますとですね、あとこういうことがあったっていうんです、まあこれは新聞記事にもなってるんですが、ソ連時代もそうなんですが、核軍事演習とのを行います、で核、まあ一番単純なのは核爆発をさせて、そこを占領するために爆発後数時間以内に進行する、でそこを制圧するとかっていう演習、軍事演習になるんですが、キロトン、数十キロトンの核爆発地点に侵入する場合とメガトンで侵入するじゃ、まずリスクに全く違ってくるということが一つですね。アメリカでもそういう、核爆発直後に、侵入させる軍事演習ありました。でソ連時代も、数十キロトンの核爆発に対しての侵攻軍事演習ありました。で私がその聞いたその軍事演習はですね、メガトンの核を、おそらく西軍東軍に分かれてですね、どちらが、敵と思われるところに空中から爆撃機でメガトン核を炸裂させて殲滅した形で、そこに、もう一方の軍隊が侵攻していくという、そういう実験ですから、軍人も相当死んだというふうに言われています。この辺また後で詳しく、はい、じゃあちょっと一回、はい、まあ、こういう、まあ、実情というのを聞いてですね、2時間目からちょっとこの問題含めてですね、中国の核について、討議してみたいと思います。では一回お休みします。